夏ボケしてたお主一生懸命稲本ちゃんがひまわり畑にいたの一生懸命見てたよ。私は忘れてもお主は忘れたいか。次のコーナーもしっかりお願いしますね、はい、お願いいたしましょう。はい、女だらけの木曜日最初のコーナーはブリリアント女子部ぽよよ。はい、今回はですね、私が可愛いがギュッてそんな詰める、ギュッて詰まったあるところに行ってきました。早速ご覧ください。ギュッなぬ、視聴者部員より雑貨屋さんを取り上げてほしいという要望が。わかりました、ブリリアント女子部吉丸由美がブリリアント的な雑貨屋さん見つけてまいりました。それがこちらということで、今日はこちらの可愛いセレクトショップご紹介してまいります。レッツゴー。場所は新名詰交差点そば自由空間の東側にあります。駐車場もありましたよ、ね、可愛らしいとこでしょ。本当可愛い、すっきりしてる、うん、そうなんです。さあ、今回のコーチはこの方、アジサイアパートメントのオーナー聖香織さんです。よろしくお願いします。アジサイアパートメントっていう名前、また、はい、なんでこれはこういう名前なんですか。はい、よく不思議がられるんですけど、はい、もともとずっと昔から雑貨屋を開くことが夢だったので、その時から考えてたんですけども、大好きだったアジサイのお花と、あとはお友達のお部屋に遊びに来てくれるような感覚のお店にしたかったので、アパートメントをそれをくっつけました。私が考えたアパートメントなんですけども、そこで暮らす女性たちが身につけてるものだったり、お部屋のインテリア、そういうものから考えてセレクトしてます。ぜひおすすめのアイテムをたくさん教えてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店の中本当にいろんなアイテムがありますけど、はい、その中でも人気のアイテムってあるんですか。はい、オープンしてから一番人気があるのはやっぱりアクセサリーですね。アクセサリー、はい、あーこことか、あーこれかわいい、はい、ピアス、あこれちょっとまた独特ですね。はい、ですね、こちらはベルディールさんという、うん、はい、宮崎在住のアクセサリー作家さんの商品です。あ宮崎の、はい、素材の組み合わせ方がとても個性的で、あ、はい、そこがちょっとまたセレクトショップということなので、セイさんの目に留まったということですね。はい、そうですね。これなんですか。こちらバレッタですね。あ、バレッタ、はい、これまた素材が、そうですね、革とあとはコットンパールとちょっと個性的な糸などを組み合わせてるんですけども、こういうのここつけてるとですね、大人かわいい女性向けです。なんか目を引きますよね。はい、注目度間違いなしですよ。同じようなハンドメイドの作家さんで、はい、丸三角四角さんというちょっと個性的なお名前の方がいらっしゃいます。これ三つ編み面白いですよね。面白い、これ見ないですね。はい、またちょっと淡い色が、そうですね、こちらはお下げバッグという名前の商品なんですけど、こうお下げって言いますもんね、はい、三つ編みしたのも持ち手が三つ編みになっていて、はい、こうやって持ってたら、いやちょっとこれいいですね。はい、またいっぱい入るから、そうですね、なんか入れ込んじゃいそうだけど丸三角四角のアクセサリーも人気だそうです。こちらは木でできている木製のブローチ、色も可愛いでしょ、発色が良くて、はい、そしてレース編みが施されたまん丸ピアスもありました。手仕事っていう感じで、ね、可愛らしいでしょ、色も可愛い、そうなんです、いろんな色があって、はい、可愛いですね。オリジナルで作ってます。こちらタッセルを使ったアクセサリーなんですけど、もともと自分がタッセルが大好きなんですけど、はい、韓国やアメリカの糸を使って作ってます。色がねすごく鮮やかですもん ね、はい、ね、じゃそういう海外の糸を使うとまた発色とかで違ったりするんですね。そうですね、こちらどちらかというとこうパッと目を引くような色を使って作ってます。いやかなり目を引きますねいや今までアクセサリーちょっと見せてもらいましたけど、すべてが私好みです。ありがとうございます。もうここちょっと長いそうで、もうめちゃくちゃ楽しいです。アジサイアパートメントブリリアント女子部コラボ企画、今回はセイさんにコーディネートをしてもらいまして、このアジサイアパートメントに住む女の子に私吉丸由美がなりきりたいと思います。よろしくお願いします。可愛くなりましょう。やったという
ということで、ほとんどお店のアイテムだけでせいさんがイメージする3人の女の子にコーディネートしてもらうことに、うん、それでは1人ずつ訪ねてみましょう。カンカン。アパートね。うん、なるほどね。アパートメント。101号室よし丸由美です。さあせいさん、このファッションのポイントは。はい、ナチュラル志向でカジュアルなんだけど大人っぽいという感じでコーディネートしてみました。101号室のよし丸由美ちゃん、落ち着いた色合いですけどとっても可愛くて、せいさんのセンスを感じますよね。このスカートに見えるのはキュロットなんで履きやすいんですよ。あとブレスレットも個性的で存在感があります。ラテメガネとかカチューシャなどの小技がまたいいですよね。かわいい。さあ次のお部屋は、あら、202号室よし丸美です。せいさんまたこれは、はい、さっきの服装と違って。そうですね、エレガントな感じがしますけど、はい、イメージとしては海外のちょっとセレブ風のリラックススタイルというか、そういう感じでコーディネートしてみました。どうですか、セレブな感じがちょっと出てますよね。そんな濃い感、はい、でもとってもリーズナブルなんですよ、ね、2100円。そうなんです。首のストローもこんな風にカーディガンに変えてプロデューサー巻きにすれば一気に今っぽくなります。なるほど、ね、似合っちゃう、うん、ユミさん、マルミさん。さあ3人目はどんな女子でしょうか。さあ丸さん、ご質ユミヨスマルマルスポークということで、こちらはどういった、はい、海外の個性的なものが好きな若い女の子をイメージしてコーディネートしました。ちょっと若めの感じなんですね。そうですね、はい、めっちゃスイートで可愛い感じの女の子になりました。プリーツスカートに見えるんですが、こちらもキュロットなんですよ。あと、ね、全部安い、安いでしょ。あとこのレースのトップスがガーリーでとても可愛かったです。可愛 い、これも似合ってる。ボンジュー、メルセイボク。いやシーさん、このコラボ企画、はい、大成功ですね。はい、バッチリでした。もうこのイメージに合わせてコーディネートしていくっていうの、はい、面白いですね。ですね、考えるのが楽しいですよね。まずこうやって洋服を決めて、またそこからアクセサリーとかを、はい、小物を決めていくっていうのが、はい、どういう気持ちとかがこうあるのかなっていうのがまたこう聞くのも楽しかったです。はい、ありがとうございました。私はこのアジサイアパートメントの住人になれたでしょうか。はい、バッチリでした。ありがとうございました。さあ、美活のコツのコーナーです。はい、最近入荷したおすすめのインテリアアイテムがあります。え、何ですか。はい、こちらなんですけども、うん、これは、はい、ウォールステッカーという商品になります。ウォールステッカー、はい、室内の壁などに貼るインテリアアイテムですね。え、これシールみたいになってるってことですか。はい、そうです。これ貼るのも簡単にできるんですが、剥がすのも簡単なんですって。うち賃貸だからダメだわという方、諦めないで。壁のタイプにもよるとは思うんですが、トライする価値ありですよ。かわいい。あと値段もお手頃で1660円からあるので、あと他にイラストもたくさんありますので、ぜひですね、選んでもらって。そうですね、ちょっと外国に来たみたいな全然違うイメージに変わりますね。はい、1枚でグッと雰囲気が変わります。ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいね。よくできました。せいさん、今日は本当により一層女の子気分になりましたし、いろんなアクセサリーとかこういったコーディネートをしてもらって、はい、かなりテンションが上がって楽しかったです。アジサイアパートメントではいつ来ていただいても、あの可愛いがギュッと詰まってるお店を目指しています。友達のお家に遊びに来るような感覚で皆さん遊びに来てください。はい、格映画的セレクトショップですので、ぜひ皆さんもこのアジサイアパートメントの住人になってみませんか。お待ちしてます。うわー、タッセルピアスですね。なんと間違えてたんでしたっけ。パステル。ずっとそういう話をしてられてる時に、あーね、ほんとパステル綺麗ですもんねって言ったら、タッセルです。いっぱいありましたもんね。そうなんですよ、似合ってる。カラフルだからまたそこに目が行ったりとかするんでね。もしかしてこれは、わかります、貼ってください。これあの黒の着てて、あとセイさんも着られてたやつなんですけど、それのピンクバージョン。可愛い、可愛かったから買っちゃいました。すごい着やすそう。そう、うん、で発色も、発色もいいんで、うん、そう可愛いなと思って。はい、いろんなスタジオ入った時、うわーって目がわーってなりました。そうそう、ね、いいですね、この夏に。すごいすごい。注目したくてね。あ、注目してもらいたくてね。
そこを待ち私私に注目してほしくて、うん、でも本当にいろんな雑貨も置いてるし、うん、お洋服とかもたくさんあって、ね、しかも種類もたくさんあるんですよ、ね、しかもリーズナブル、ね、個性的だったしね、あの丸三角四角シリーズ、うんね、可愛かったでしょ、なんか色違いで揃えたいですよね、うん、結構バラバラにつけてもか、うん、かわいい、友達と行って何個かずつ買って交換とかしたりいいですね、このタッセルピアスもいろんな色があったんで、うん、こう色変えてね、うん、つけてもらったりとかもできるんで、いいね、お店可愛かったね、そうなんです、本当にね、アパートの住人になりにね、皆さん行っていただきたい、可愛かった3人とも、そう、うん、ボンジュー、メルセボーグそれしか知らんからね吉丸美さんと、いろんなね出てきましたけど、ああいう風にコーディネートまた楽しむのもありだと思いますんで、シエ、うんうんうん、さんに相談してもいいですか、ね、そう、もう可愛い、うんですよ、せいさんがまた、細くでもね、そう、もうおしゃれでここにラインにねピンクが入ってて、あらおしゃれやわ、憧れ感が半端出てるね、そうですよね、あそこ住みたいなと思いましたもん、本当に、いやだからぜひ皆さんにもね行っていただきたいと思います、そしてプレゼントもいただきましたのでご紹介します、はい、さあ、アジサイアパートメントよりタッセルピアス3名の方にプレゼントいたします、応募方法番組の最後でお伝えします、ぜひですね皆さんも、うん、あのアジサイアパートメントの住人になりに行ってみてください、以上ブリリアント女子部でした、はい、では CM の後は美味しい話のコーナーです。